ルフワチャンネルです。もうすぐクリスマスですね。クリスマスといったらね、やっぱりチキン。なんでチキン食べるのかはよくわからないんですけれどもね。まあチキンといえばね、日本ではねフライドチキンですよね。フライドチキン買ったりとか、ローストチキン買ったりとか、なんかいろいろありますけどもね。あ、買い忘れたって人はね、ちょっとこのチャンネルを見て、和風のチキンなんてどうですかね。今日はね、まずは照り焼きチキンを作っていきますね。鶏肉のね、こういった筋の部分とか硬い部分、あと肉のところにね、ちょっと骨が残ってたりするんで、そういう骨とかはね、指先でこういう風に探ってね、時々あるんでね、こういう風にね、ほら、これ口の中に入るとね、ガリッとかね、あと鶏の骨ってね、刺さるとちょっと厄介なんでね、こういうのはね、きちんと取り除いてくださいね。そしたら鶏肉を裏返して、まずはね皮をちょっと伸ばしてね、そこをねフォークでザクザクザクサーって刺していきます。これをするとね、火が通りやすいんです。肉を柔らかくするというよりも火が通りやすくね、中までしっかりと火が通るようになるんでね、これはやった方がいいですね。はい、ではね、これで準備ができました。特に下味はしませんよ。はい、ではフライパン温めていきましょう。火はね、だいたい強火から中火、中火ですね。中火でね、皮面から焼いていきますよ。油も引きません。皮からね、十分油が出ますんで、油を引かずにね、皮面から焼いていきます。ここでね、じっくりとしっかりと焼いていきますよ。で、その間にね、付け合わせですね。付け合わせ、今日はナス使います。ナスをね、まあだいたい縦に3等分してもらってね、まあ、それをね、焼いて付け合わせにしようかと思いますよ。まあ、ちょっとね、火が通りやすいようにね、こんな感じで隠し包丁を入れていきますよ。なんかちょっとバッテンにしてね、なんかかっこよくね、飾るような感じでね。こんな感じでナスを準備していきますよ。ナスだけだとね、ちょっと寂しいんで、ピーマンも使っていきます。ピーマンもね、縦半分に切って、種を取り除きますね。ピーマン縦半分に切って、種を取り除いて、またそれを半分に切ってね、こんな感じでやっていきますよ。ちょっとね、この綿の部分はね、少し手で裂いてね、取ってくださいね。それ一回軽く洗います。まあ、種とかね、汚れとかついてる可能性があるんでね。はい、じゃあ鶏肉の方どうなったかなーって感じでね。こんな感じでちょっと位置をずらしながらね、きっちり押してあげてください。デコボコしてるんでね、あの火の通ってないとこと、通ってるとことみたいなね、ちょっとバラバラになっちゃうんでね。ここでしっかりね、押して焼いてくださいね。はい、じゃあそろそろ焼けたかな。振り返ってみましょう。おー、いい感じですね。まあでもところどころね、ちょっとムラがあるけどね、しっかり押して焼くと、こうやって全体的にね、皮目にパリッと焼き色がつきます。なのでね、しっかり押して焼いてくださいね。そしたらね、ちょっと肉の方もね、じっくり焼きますよ。まあ後でね、しっかり蒸し焼きにするんで、ここでは焼き色をつけるって感じですね。はい、ではここでね、お酒を入れていきます。お酒を入れてね、しばらく酒蒸しにしますよ。お酒はね、肉を柔らかくする効果があるんでね、お酒を使ってくださいね。はい、しっかりね、お酒を入れて、5分ぐらいですかね、これはね。5分ぐらい蒸してみました。これちょっと触ってみてね、ほっぺを触ってるような感覚だと、まだちょっと中が生です。ちょうどね、そうだな、首の後ろぐらいですかね。首の後ろぐらいを指で押したような感覚の時がね、ちょうどいいんでね。はい、そしたら、そこにね、このナスを入れて焼き目をつけていきます。で、ピーマンも入れてね、一緒に焼き目をつけていきますよ。ここでね、ちょっと火は強火にします。あのね、ナスとかピーマンに焼き色をつけたいから強火にするんですね。まあ、そのついでにね、鶏肉にもね、きっちりと火が通るような感じでね、鶏肉は真ん中に置いときますよ。で、ナスとね、ピーマン焼き色つけていきます。はい、ではね、いい感じに焼き色がついたらね、ひっくり返していきますよ。こんな感じでね、焼き色がつきました。まあね、野菜はね、生でも食べれるもんなんで、そんなに火の通りはね、気にしなくていいです。はい、ではね、ここで味付けをしていきますよ。まずはね、お玉でいきます。お玉の半分ぐらいにね、お酒を3回入れてください。お酒をね、3回入れていきますよ。そしたらそこにね、お醤油を2杯入れてきます。味が濃いのはね、ちょっと苦手だなーって人はね、1杯にしといてください。味付けってね、後で足すことはできるけど、後で引くことができないんですね。だからちょっと味の濃いのが苦手だなって人はね、お醤油は1杯ぐらいに控えておいてください。で、みりんもね、ここで2杯入れます。で、ここでお砂糖入れます。お砂糖もね、だいたい1杯ですね。
まあでもね、マクドナルドのテリヤキバーガーが好きだよ、あの味大好きだよって人はね、これお砂糖をね、2杯入れてください。で、そしたらね、煮詰めていきます。このタレをね、しっかり煮詰めて鶏肉に絡めていきますよ。ここでね、完全に煮詰まっちゃう前に付け合わせのナスとピーマンは抽出しておきます。まずね、お皿の方にね、先に盛っちゃいましょうね。はい、こんな感じでね、こんな感じに盛り付けようかなっていうイメージを持ってナスとピーマンをね、もう先にね、取り出しておきますよ。ナスとピーマンを取り出したらね、あとはね、この照り焼きのタレを煮詰めていくだけです。こうやってね、鶏にかけながらね、ちょっとかっこよくね、きちんと照りが出るようにね、照り焼きですからね、かけてタレを煮詰めていきますよ。小さな泡からね、大きな泡に変化したら、これで煮詰まったって感じでね、 OK です。そしたらね、鶏肉を取り出して、今ね、トングとかお箸とかで押さえながらね、切っていきますよ。これ手で触るとね、熱いんでね、手で触らないでくださいね。ある程度食べやすい大きさにカットし終わったらね、お皿に盛り付けていきます。先ほど抽出したピーマンとナス、それをね、ちょっと枕って言ってね、鶏肉のね、上の部分ちょっと乗せる感じでね、枕に乗せて、鶏肉のこのね、綺麗な焼き色をね、正面にね、見せるような感じで盛り付けていきます。はい、そしたらね、煮詰めた照り焼きのタレかけていきますよ。あー、もうお腹すいた、これ食べたいですね。っていうか、この後食べたんですけれどもね、まあ、とても美味しい照り焼きのこれで完成ですね。ゆるふわ、クリスマス特別料理第2弾いきますよ。これはね、串を打たない焼き鳥です。鶏肉もね、まあ最初のものと同じようにね、硬い部分切り落としていきます。筋とかね、骨とかね、ガリッとなったら嫌ですからね、あと余計な皮とかね、あるんでね、切っていきますよ。こういう隠れたところにね、結構骨あるんでね、これだけはね、きちんと外してください。指先のね、感覚の鋭いところで触っていくとね、どこに骨があるとか大体わかるんでね。はい、ではね、ある程度余計な部分を取り除いたらね、これを8等分にしていきます。8等分の簡単な切り方は、まず半分に切って、それをまた半分に切って、それをまた半分に切るって感じですね。そうするとね、8等分になります。2と4と8ですね。半分の半分の半分です。そうやって切っていくとね、8等分に綺麗に切れますからね。はい、そしたらね、綺麗に8等分に切れたら、ちょっと脇に置いといて、ネギを切っていきますよ。まあね、まな板洗ってもいいんですけれども、まあこれは同じフライパンの中でやるんでね、洗わなくても大丈夫です。ネギはね、食べやすい大きさにカットしてもらって構いませんよ。ちょっとね、青い部分も入れましょうね。これをね、つつぎ切って言いますよ。はい、じゃあネギをつつぎ切りにしたらね、フライパンを軽く温めます。でそこにね、油を少し引いて、まず最初にね、ネギを焼いていきますよ。でこのね、少しの油をネギにちょっとね、つけながらね、周りに配置していきます。これ何してるかっていうとね、ネギにね、しっかりとね、焼き目をつけたいんです。焼き目をつけるとね、なんか焼き鳥っぽいじゃないですか。っていうか、焼き鳥なんですけれどもね、しっかりとね、ネギに焼き目をつけるとね、かっこよくなるんでね、これ焼き目をつけていきますよ。ほら、焼き目をつけたらね、焼き鳥っぽくなるでしょ。あの焼き鳥のね、串に刺さったネギみたいな感じにね、いい感じになりますよ。それ焼き色はね、大切です。見た目もね、味の一つなんでね、ここでね、ちょっとかっこよく焼き目つけていきますよ。ネギの方にね、軽く焼き色をつけたら、今度は鶏肉焼いていきます。先ほどね、8等分に切った鶏肉ですね。まずはね、皮目を下にして、皮目を下にしてしっかり焼きますよ。皮目は下です。大切なことなので3回言いました。皮目を下にして焼きます。4回言っちゃいましたね。でここでね、しっかりとね、焼いていくんですけれども、その前にね、ネギが焦げちゃうんで、ここで一旦ね、抽出しておきます。あんまりね、真っ黒焦げのネギとか嫌ですからね。はい、鶏肉焼いていきますよ。皮目のね、焼き色を見るときはね、こんな感じでチラッと見てくださいね。チラッと見てね、お、いい感じだと思ったらね、繰り返してください。まあ焼き色はね、そこまで強くつけなくても大丈夫ですよ。焦げちゃいますからね。おー、なんか綺麗な焼き色ですね。なんか今日の料理うまくいってますね。まあフライパンのね、癖とかね、コンロの癖とかもありますけれどもね、
ちょっと焼けてない部分はね、よく焼ける部分に移動したりしてね、しっかり焼きますよ。はい、そしたらね、ここにまたネギ入れていきます。はい、ネギを戻したらね、今度は蓋をして中火ですね、だいたい中火ぐらいで4分ほどね、蒸らします。で、その間にね、焼き鳥のタレ作っていきましょう。まずはね、砂糖を大さじ2杯です。で、そこにね、今度醤油をね、大さじ2杯入れますよ。醤油を2杯入れたら、今度はそこにお酒を入れます。お酒はね、大さじで1杯です。お酒を大さじ1杯入れて、今度はみりんですね、みりんを大さじ1杯入れますよ。調味料を入れ終わったらね、ここでね、砂糖を溶かすようによく混ぜてください。砂糖が沈んでたらね、ちょっと嫌ですからね、せっかく分量測ったのにね、よく混ぜてくださいね。まあ時々ね、蒸らしてあるこの焼き鳥の方ね、きちんと確認しながらね、変な煙出てないかなとかね、そんなちょっとチラチラ見ながらね、このタレをね、よく混ぜていきますよ。で、焼き鳥のタレはね、これで完成です。はい、そしたらね、4分ぐらい経ったんで開けますよ。あ、これでね、まあ鳥の方もね、中まできちんと火が通ったなって感じですね。そしたらね、これ水分出てます。余計なね、水分とか油はね、ここでね、きっちり取ってください。焼き鳥にね、余計な水分とか余計な油はいらないんでね、キッチンペーパーかなんかを箸でつまんで、ここでね、きっちりと拭いてあげてくださいね。そうするとね、美味しい焼き鳥ができますよ。余計な水分やね、油を取ったら、ここでね、タレ入れていきます。先ほど合わせた焼き鳥のタレですね。このタレ結構便利なんで、この配合覚えておいた方がいいですよ。はい、これね、焼き鳥のタレを入れて、これからね、今度絡めながらタレの方をね、とろみがつくまで煮詰めていきますよ。ここはね、ちょっと強火にしても構わないですけれども、あんまり強火にするとね、今度焦げちゃうんでね、中火のままぐらいがいいんじゃないですかね。またね、鶏肉をひっくり返してね、タレをきちんと絡めながらタレの方を煮詰めていきますよ。なんかクリスマスに焼き鳥とかね、照り焼きチキンとかね、そういった食べ慣れたものを食べるってね、なんかいいと思いませんか。普段食べ慣れないようなね、なんかロテサリーチキン買ってきましたとかね、フライドチキンはまあ食べ慣れてるかな。はい、いい感じでね、タレの方を煮詰まってきました。こんな感じでね、泡が大きくなってポコ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 みたいな感じになったらね、出来上がりです。はい、ではね、焼き鳥に盛り付けていきますよ。俺ね、クリスマスにね、仮面ライダーのベルトとかもらったんですよ。あれすげえ嬉しかったな。なんかね、うちの奥さんはね、遊園地のおもちゃをずっと集めてたみたいでね、それをクリスマスに買ってもらうのが楽しみだったようですよ。なんかね、遊園地のおもちゃ、いろんなね、アトラクションをね、つなげるとね、歯車でくるくる動くらしいんですよ。なんかそれをね、ずっと集めてたんだけど、親御さんの方はね、なんか、でっかいぬいぐるみがいいんじゃないかなとかね、そんな感じで進めてたけど、もううちの妻はね、もう遊園地のおもちゃみたいなね、頑固者ですからね。そんな感じでね、クリスマスを過ごしていたそうです。はい、こんな感じでね、焼き鳥出来上がりました。たまにはね、クリスマスに和風のチキン2種類今日はね、紹介させていただきましたよ。フライドチキンとかね、ロテサギチキンもいいですけど、和風のチキン2つでね、ちょっとクリスマスを楽しんでみてはいかがでしょうかね。ちなみにプレゼントはね、子供に先に聞いといた方がいいと思います。子供の欲しいものってね、金額云々よりもね、やっぱり自分の欲しいもの、これがいいってのはね、ありますからね。先にね、サンタさんにお願い事を書いときなさいぐらいな感じでね、リサーチしといた方がいいと思いますよ。それではね、各家庭のサンタさん、頑張ってくださいね。今日は和風の2種類のチキンを紹介いたしました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。